番いい感じで会場盛り上がってきました。そして最後4部の鳥ですね。これ終わったらもう5部しかございませんで、4部の鳥を飾っていただけるとんでもないチーム呼んでまいりました。なんとジャンルがですね、アムロです。ジャンルアムロ、見たことある人あんのかい何人かあんのかいって話なんですけども、ジャンルアムロでございますので、このパープルとブラックの、はい、衣装が何を意味するのか、はい、コメント来てます。アムロ好きが集まりました。アムロちゃん好き集まれ、みんなで歌って踊りましょうということで、かましていただきたいと思います。みんなお客様踊って OK ですね。はい、あのこの曲はテンション上がったら皆さん一緒に踊りましょう。足踏みだけでもいいでございますので、それは行ってみたいと思います。4部の鳥、アムロラブクルー、そのままだ、拍手拍手、ありがとうございました。4本を取りかましていただきました、アムロラブクルドミさんでした。ありがとうございました。いや、ラブでしたわ。ラブだった。名前知らないでこれ見せられて、名前どうするって言ったらこれつけるもん。次回多分作れないくらいアムロちゃんのラブが。皆様改めて大きい拍手をお願いいたします。ありがとうございました。